申し訳ない、申し訳なさすぎますけど、今日はバレンタインですね。私のバレンタインはあれです。あれですね、働きバレンタインですね働きバレンタインなんですけど、そうですね、ダーマンは見れなかったですね。ダーマンはちょっと見れなくて、そうなんですよ。ちょっとね、いろいろとね、いろいろとあってね、すごいねえ腹元気なんですけど今、まあでもね、そうなんですよ。毎日やるって言ったのにショールーム、昨日はね本当にやんなくてごめんなさいね。できなくてごめんなさい。まあでも結構あれですね、切り替えたんでちゃんと、もう昨日で、昨日の嫌なことじゃないけど、別に浄化したんで浄化したでもう大丈夫です、大丈夫っていう感じですね。なんかバレンタイン皆さん誰からかもらいましたか？チョコとか、なんか職場の方からとかもらいましたか？私自分にチョコ買いました今さっき買ってきました、自分にチョコを。チョコ自分に買ってきちゃいましたね。本命チョコも別にね、いないので、まあね、お世話になってる方にはねあげてきたんですけど、さっきバレンタインですってあげてきたけど、自分でなんか作るとかもないし、そうですね、おいくら、いやでもそんな別に高くないですよ。ワンコインくらいで買えるやつ、そんななんかね、あ、その人にあげるやつはね、あ、自分はまあ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 、別にめちゃめちゃ高いやつを買ったわけじゃないけど、ちょっと初めて贅沢しましたね、チョコレートで。わかんない、ゴディバ買ったんだけど、初めてゴディバとか買いましたね、本当に。あとでね、今ラジオなんですけど、あとでちょっとだけ顔出します、顔出してバレンタインキス歌わないと、バレンタインだから。そう、ゴディは初めて自分で買ってしまった。まあでもね、年に1回くらいいいんじゃないいいんじゃない、年に1回くらいはね、年に一回くらいはゴディバ買ったっていいよね。でもなんか大変だなって思いましたよね、やっぱりなんかこうあげなきゃいけない、わかんない、今までは別にね、そんななんかあげるあげないとか、そんなね学生とかだったからあんまりなかったけど、やっぱりもらったら嬉しいじゃないですか、ちょこっとしたのでも、チョコだけに
なんか変なデジャレ言いましたけど。わかんない、なんか、そんな、めちゃめちゃチョコ売り場に行ったわけじゃなくて、小さくなったあれ待ってちょい待ち完全に音消えた、聞こえ、今まだあびっくりした、どうですか？どうですか？戻った？戻りましたかね？今いい？戻った。 ただいまー。ただいまー。ただいまー。治った？よかった。なんかね、たまになるんですよね、これ。たまになっちゃうんですよ。聞かせてあげたい。聞きたいもん、なんかいつも「ランディの子やばい」って言われるから聞きたい。どんな感じなのか。困っちゃいますね。面白いけど、面白いっちゃ面白いんだ。面白いっちゃ面白いんですね。やばいですね。ちょっとやらなければいけないことが山ほどある。山ほどありますね。
早送りで超え、早送りってどういうことなの？ああ、早送りが気になるんですけど、すごく。早送りってどういうことですか？1時間後にはまた出なきゃいけないので、マッハで準備しなきゃいけない。こうやってランディは機械に強くなってくんやろうな。気になる早送りで超高音って どんな感じなんだろう。っていうかさ、昨日香水買いましたよっていう話しましたっけ？してないか、してないか。香水買ったよっていう話。してないか。香水買いましたよ、ランリー。ついに買ったけど、なんか匂いが甘すぎてなんか飽きちゃうかも。昨日買ってなんかつけたんだけど、匂いが甘い、甘すぎてね。なんかね、わかんない。昨日雨降ってたじゃん。雨降った時ってさ、なんかより香水の匂いがさ、なんか強く効くじゃないですか。強くなるじゃないですか。で、多分私鼻おかしいんで、あ、はじめまして。そう、鼻おかしいからめちゃめちゃつけちゃうの。香水めっちゃ振りかけちゃうんですよ。それは私が悪いんですけど、めちゃめちゃ振りかけちゃうから、なんかで、雨降ってたらさ、結構匂いって充満するじゃないですか、雨の湿気とかで。 それでかけすぎたせいでめちゃめちゃ匂いしまくって、うわうまみたいな、甘々でしたね。めっちゃ甘い匂いするバニラのなんですけど、バニラドルガバじゃない、ね、ローラメルシアっていうブランドの香水を買いました。バニラ系です。バニラ系の香りで、そう、ローラメルシアだ。アンバーバニラっていう匂いを購入いたしました。なんかね、すごい迷ったんですけど、めちゃめちゃ迷ってアンバーバニラっていうのにしました。いや、鼻どうなんだろうね。鼻いいよねって言われるけど、わかんない。私の親がめちゃくちゃに鼻がいいんですよ。だから私ちょっと鼻バグってる気がするんですけど、でも鼻いいって言われる。でも自分からすると鼻いいなんて思ったことない、あんまり。もうすごいいい匂いですよ。なんか女の子って感じの匂いがします。どうなんだろうね、慣れなのかな。でも慣れなんですかね。でもなんかそうね、まあ、どちらかといえばなんかクッキー屋さんとかにありそうな匂いがするかもね。
どうなんだろう、多分好きな人は好きな匂いなんじゃないかなって気がします。ローラメルシエ、でもね、なんだかんだ言ってディオールも買ってそうですよね、私。でもなんかお腹すくとまではいかないかもしれないけど、なんかちょっとクッキー食べたいなとか甘いものを食べたいなとかはなるかもね、わかんないけど。どうなんだろう、でも好き嫌いがすごいあるかもしれないね、多分。甘いのがちょっと苦手な人とかはね、あんまり好きじゃないかもしれないけど、甘いのが好きな人だったらすごい私的には甘ったるい、どうなんだろう、わかんない、どうなんだろうね、わかんない、本当にわかんない、甘ったるいんですかね。マジでわかんない。わかんないな。まあでも甘いっちゃ甘いね。でも女の子は好きな匂いなかも、わかんない、男の人がさ、男受けとか全然考えないで買っちゃったから、もう本当にただの自己満足で買ってしまったんで、どうなんですかね。男性ってさ、女性にどういう香水をさ、つけててほしいんですか？その他にも候補、特になかった。なんか伊勢丹行ったんだけど、伊勢丹のなんか香水がいっぱいあるとこがあるんですよ。香水いっぱいあるところに行って、なんか全然そんな大して探してない匂いとかも、なんかいっぱいテスターで匂ってみたんですけど、なんかまあいい匂いだなって思っても買おうってまでにならなかったりしましたね。そうね。
石鹸の香りとか、なんかシャボンの香りとに匂いは結構多いんじゃない？そういう系は多いんじゃないですかね、結構。お風呂上がりの匂いとかの香水とか多いんじゃないかな、わかんないけど。石鹸の香りって好きなの、男性の方。石鹸の香りドキッとします。そうなんだ。なんか他にドキッとする匂いとかあるんですか、男性の皆さんが思う。なんかさ、女性でメンズの香水をつけてるのって男性はどう思うんだろう。好きな人がつけてれば何でもよく思えるんだよ。そうかな？わ かんないけど。そうなのかな？でもさ、人ってさ、好きな匂い、嫌いな匂いって、まあ、多少はあるじゃないですか。私なんか、ウッディみたいな、ウッディ系の匂い嫌いなんですよ。ウッディっぽい匂いが。ここまで好きじゃないから。メンズでも全然いいと思うの？マジ？それは私が使ってるからとかじゃなくて、推しがそれを使ってるからそう思えてるとかじゃなくてですか？シンプルに？ほんのり香るぐらい。なるほどね。なんだろう、でも私が買ったやつ万人受けする匂いなのかな、全く分かんない。どうなんだろうね。なんかいい匂いだねって言われたらさ、すごい嬉しいなってなるけど、いい匂いだねって言われる自信がなんかない、あんまり 分かんない、どうなんだろう。どうなんだろう、本当に。本当に分かんない。男性でも女性を使ってる人いるでしょ。聞きますね。私逆に好きだなってなりますけどね。男性が女性用のなんか甘ったるい香水とかつけてたらなんか。でもチャラそうですよね。なんか私の勝手な偏見なんですけど、その女性用の香水をつけてる男性ってすごいチャラいのではないかなって思います 私の持論なんですけど。チャラいのではないですかね。わかんない。私の持論なんで。私が思うだけです。モテる男がしてそう。なんかモテる人っていうか、なんかチャラい人がやってそう。なんかそう。
羽生くん記者会見するの？今日の6時から。引退するのかな？今なんか通知で流れてきた。引退するのかな？私の偏見ですからね。でもこれ、退するのかな。国民の羽生くん、休養すんのかね。わかんないけど、お片付けしてるの。そう、お片付けとかなんかいろいろ整理してます、今。なんか大体ラジオ配信してるときは、何かしらやりながら、ラジオ配信してることが多いですね。そう、何かしら多分、ガサゴソしてることとかがきっと多いと思うんですけど、何かしらね、ガサゴサやってますね。かわいい。ありがとう。あれがかな、画像がかな。昨日の映画は 違う映画見た、昨日。違う映画見たけど、なんか最後の2、30分くらいでなんか寝ちゃった、眠すぎて。だから結末が分かんない。やばいよね。結末が分かんないです。ダーマンはもう来週？わかんない。ちゃんと見ようと思って、改めて。ホームカミングと、ノーウェイホームだっけ？そう、ちゃんと見てから、行こうかなって思っています。
またねスパイダーマン見に行ったらちゃんとね感想とかお伝えしますね。もうだって満席だった。一応本当に昨日見に行こうと思って電車に乗ってたので、電車の中でチケット買っとこうと思って買おうとしたら満席だった。悲しいよね。悲しい、悲しかった。私はとてつもなく、そう、まさかね、まさか満席だと思わないじゃんまさか満席だとは思わないよ。だってうちスパイダーマン見に行こうとしたら満席で見れなかったって言われたら、なんで2日前とかにチケット買わなかったのって言われちゃう。いやだってそんなね、2日前にチケット買わないと見れないことになってるなんて思わないじゃないですか。いや日本語おかしいね。とりあえず まさか見れると思うじゃん。そう、吹き替え版が満席でした。字幕版は別に全然空席ありだったんだけど、そうそう、あ、チョコでありがとう。そうなの。だってさ、今こそさ、まあ、時代が時代だからさ、こうオンラインとかであらかじめチケットが買えるようになりましたけどさ、普通だったらよ、普通だったら店頭で買いに行くじゃん。店頭で買いに行くじゃないですか普通は。そう、字幕嫌なんだよね私。なんか字幕見ると頭痛くなる。あとなんかいろいろさ、いっぱい理解しないといけないじゃないですか。いっぱい理解しないといけないから、いやだ、大変だね。大変だから嫌だっていうのがでかいですかね。全然漢字読めるけど、 DVD ではもちろん吹き替えでしたよ。なんかね、理解が遅いんだよね私多分。その難しいね、難しい。とてもとても難しいってなっちゃう。そんなことある？難しい。あと私一番好きな映画館は東宝シネマズだなって思いました。東宝シネマズが一番好き。
なんか昨日違う映画見たって言ったじゃないですか。そう、違う映画館行ったんだけど、東宝シネマズの方が画面でかい、大きいし、なんか見やすいし、なんかこの人と人の席の間隔もう東宝シネマズって結構余裕があるからいいなって思いました。東宝シネマズでしかあんま見たくないなって思った。昨日のところすごいね、席と席の間隔が、人と人の間隔がぎゅうぎゅうすぎて、こんなぎゅうぎゅうなとこあるんだと思ってびっくりしちゃった。東宝シネマズ予告長いんだ。それは分からなかった。分からなかったというか、それは分からない。後ろの方に座りますよ、ランリーは。割りかしというか、空いてたら前の方に座るけど、だいたい何もなければ後ろの方に座りますかね。だいたいはね。なんかわかんない、前ってさ、すごい首痛くなるとかいう話を聞いたことがあるから、前って座らない方がいいんだ、あんまりいいと思って、そっからなんかあんまり前に座ろうって思ったことなくって、そうね、あんま座ったことないですね。ま、とかそう、真ん中とかが多いかな。距離感大事よ。距離感大事。距離感は必要です。私なんか東宝いいね。東宝が好きだね、私は。皆さん好きな映画館とかありますか？後ろのやつが咳き込むと嫌なので、俺は一番後ろ。ああ、一番後ろ中でも、そのまた後ろってこと。なるほどね。ね。大体でも私は真ん中あたりを狙っていきますかね。真ん中あたり狙っていくかな。18日からやる牛首村見るの。でも、なぎちゃんに見に行こうっていう連絡はしましたよ。見に行こうって言ったから、多分なぎちゃんと見に行くと思います。しっかりと。
新宿って映画館多いですよね。前売り？めっちゃ気合入ってるじゃん。前売りってさ、何がいいの？安いの？前売りって。前売りの良さって何ですか？前売りって何がいいの？安いの？確実に見れる 確実に見れるっていうか、もう見なきゃいけないさ、使命感だよね、多分。前より買うと、もう絶対見なきゃみたいな、絶対私はこの映画を見なきゃいけないんだみたいな、なんかっていうのになりそう。あるよね。でも最近劇場の割引で増えたからメリット言った。ちゃんとさ、映画通はさ、なんか割引デーとかの日に見に行くんか、やっぱり。私そんな割引デーとか考えずに 見に行くから、ふふんじゃないけど全然。割引デーとかちゃんと映画通の人はさ、気にしていくんですか、やっぱり。映画の舞台挨拶も中継で見えてるから、たまにその日ね。ああ、舞台挨拶ね。わかんない、私舞台挨拶中継とかでも見たことないけど、やっぱ舞台挨拶っていいんですか？舞台挨拶っていいの？舞台挨拶は大抵楽しい。へえ、そうなんだ。わかんない。でも私あんまり、そもそもが映画見に行かない人なんで、あんまり。だからなんか何曜日がいいとかもう全然わかんない。いろいろ映画撮影中の話とか聞ける。へえ、そうなんだ。じゃあファンにとってはたまらなくいいですね。でも確かに自分の好きな俳優さんとか女優さんとかが出てる舞台挨拶って、まあ、確かに見に行きたいとは思うかもしれない。それは思うかも。思うかもというか、思うね。
水曜日がやすレディースデーなんだ。メンズデーはあるんですか？レディースデーあるなら、メンズデーもあるのかね？レディースデーだけ？で、メンズデーってないの？メンズデーはないんですか？逆になんでレディースデーはあるのにメンズデーはないの？逆にね。逆になんでレディースデーってあるんですか？何の違い？別にね、レディースデーがあったら、ね、メンズデーもあればいいのにね。なんでないのかね。以前あったがなくなった。へえ、前はあったんだ。そういうデイが。なんでなくなったんだろう。なんでなくなったの？鷹の爪団とかロッペとか知ってる？聞いたことあるよ。ロッペって一時期「目覚ましテレビ」とかでなんか言ってましたよね。でも今ってさ、あんまり昔はそのイメージなかったけど、今ってすごいアニメ系の映画もさ、とっても多いですよね。アニメ系の映画もすごく多いイメージ。昔はそこまでアニメ系あったイメージないけど、なんか今は多いよね。東宝は水曜日1200円。そうなんだ。そうなんどすね。東宝シネマ会員だと6回見ると1回無料。そうなの？知らんかった。そういうのいいですね。沖縄もなんかそういうのありました。6回に1回は無料って。そうなんだ。じゃあこれから東宝シネマズ行こう。そっか、映画会社ってなんかそういうのがあるんか。
映画館で絶対キャラメルポップコーンは絶対的に食べますね、私。やっぱ東宝のキャラメルポップコーンが一番おいしいなって思います、私は。はい、東宝のキャラメルポップコーン美味しいですね。あとは分からん。 あとの店のポップコーンはよく分かんないです。昔は6000ポイント貯めると1ヶ月無料バスとかあったね。え、何それ？シュロスはたまに食べるかな。でもマストでは食べない。マストで食べるのはキャラメルポップコーンだね。ですね。マストで食べるのはキャラメルポップコーン。カルピスかな、いつもは。いつもだと、そうですね。よいしょ。
なんか一曲歌うか。なんか一曲歌って。バレンタインソング歌おうかな。チョコあげましたよ。お仕事場の方に。どんくらいかな。やばい、今日前髪をさ、いつも巻いてる固定じゃなくて違うやつで巻いたから顔がなんか違う。顔出しした方がいいですか？私の顔見たいですか？顔出しして歌った方が良い？やばい、なんか前髪がやばい。いつもさ、ストレートアイロンで前髪やってるのにさ、今日コテでやったからすごい顔がめちゃめちゃ丸く見える。ショッキング。まあでも大丈夫か、大丈夫か。やばい、今部屋めっちゃ汚いんだよね。映せるかな、映せるかなレベルで部屋汚いけど、まあまあまあ。じゃあ一瞬移します。イエイ。やばい、前髪がおばさんみたいな前髪してるけど、前髪おばさんになってる。なんだっけ、5分メイク、5分メイクです。やばい、前髪やばい、前髪直そう。前髪がキモすぎる前髪がキモすぎ。じゃあ歌います。バレンタインですね。バレンタインといえばこの曲ですね。どうぞ。
よ恋のチョコレート、銀紙そっと開いて気持ちを確かめて、誰もみんな素敵なロマンスしちゃうの、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、恋の記念日、シャララな素敵にキス、シャララな笑顔にキス、シャララな素敵にキス、シャララな素直にキス。ということで、なんだっけ、バレンタインキッスでした。バレンタインデーキッスでした。バレンタインね、バレンタイン感私ないんですけど、あんまり。今日はバレンタインということでね、素敵なバレンタインに皆さんしてくださいね。ということで、もうちょっとで終わるんですけど、ラジオに戻します。やばい、マジ部屋がなんかもう、なんか昨日綺麗だったのに一気にすごいいろんなもので散乱してる部屋になってます。本当に大変ですね大変だ。戻しちゃった。まだ見たかった、私の顔。チョコレートくれてる皆さんありがとうございます。ショールームチョコレート、出かけるというかあれですね、遊びに行くとかじゃなくて、なんかそう出かけるけど、仕事みたいな、仕事です仕事です、働いてくるよ。前髪後で水で濡らしてやり直す水で濡らしてやり直します。そう、まかない付き。今日は何食べようかね。今日は何食べましょうかね。チョコはね、帰ってきたら食べよう。あー、やばい。
かない選べますよ。でも私結局なんだかんだ同じのばっか食べてるかもしれない。まかない同じのばっかり食べちゃってるね。気づけば。何食べるのかね。何食べるとか言ったら何屋さんって分かっちゃうから言わない何屋さんかバレちゃった言っちゃったらなんで何食べるのか内緒。カレー食べよう。カレー食べよう。やばい。何食べよう。でもな、今食欲ないんですよね。あんまり食欲ない時期なんで、ただいま。だからなんかこれといって食べたいのがあんまりないの。あ、昨日はでもお寿司食べました。昨日はスーシー食べたよ。昨日はスーシーでしたね。もうなんか全然食べれなかった寿司。
なんか気になる？また教えてあげるね。やばい、出ないと。時間がヤバちゃんなんで 一回出よう。ランキング歩きながら読みます。時間がないよ。時間がないよ。え、携帯どこ？忘れ物ないはず、ないはず。鍵持った。よし、行こう。れれれれー、ないか。これ今イヤホンはまったかな？大丈夫かな？聞こえてる？外の音は小さくなってる。エレベーター、歩いてます今。歩き最中です。なんかでも最近ちょっとさ、前めちゃ激寒だったけどさ、最近なんかそこまで、なんか寒いけど、なんか前ほどじゃなくないですか？前ほど激寒ってわけではない気がしてますね。私的にはっていうかね、ここ1年くらいで本当に寒さにめちゃめちゃ強くなった気がする。私なんか前はヒートチェック着てても死ぬみたいな感じだったけど、なんか今年はこの寒さがすごく
心地よいですね。ね、体も慣れたのかな。多分慣れてきたのかもしれない。うまく環境に順応してる気がします、個人的に。でもやっぱ、でもちょっと寒いのは苦手かな。暑い方が耐えられるね。暑い方が耐えられはしますけど、まあでも寒い方も大丈夫っていう感じですかね。いや北海道は無理、北海道は死ぬ北海道は多分死にます。北海道死んじゃうよ。まあいい感じだね、温度が一番いいね。だからもうちょっと暖かくなってほしいね、せめて。なんかね、風が冷たいのは全然いいんですけど、風が吹くとダメだね。私はちょっと風吹くともう死にそうになるやーってなるから、風が吹いてなければ全然いいかなっていう感じですかね。まあでももう少しで3月じゃん。だって今日14でしょ、明日から15で折り返しなわけじゃないですか。2月も2月って2月28日までしかないから、もうあっという間に終わっちゃいますよね、絶対的に。絶対的にあっという間に終わる。ということでね、この辺でランキングの方を読みたいと思います。13位なしぼうさん、ありがとうございます。そして12位がルリルリさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がおいちゃん、ありがとうございます。そして10位が猫まんまさん、ありがとうございます。そして9位がふくふくさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして6位がイツさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がイマノットさん、ありがとうございます。そして4位がチョロさん、ありがとうございます。そして3位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がトリオヤジさん、ありがとうございます。そして1位がマリモッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。パチ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 、はあ、ということでね、ちょっと私は今から働いてきます。皆さんもね、チョコいっぱい食べて元気に元気になりましょう。免疫をつけていきましょう。そうだね、今日はもうまた明日ですね。また明日配信します。明日もね、聞いてね。ということでこの辺でさよならんりー、バイバーイ。